モトローラレイザー、モトローラレイザー、モトローラレイザーは、モトローラの薄型携帯電話のモデルシリーズである。一般的には、レイザー、レイザー、モートラザー、モトレイザーと呼ばれていい。最初のモデル V3 は、2003年10月に、米国で発売されたが、超薄型携帯電話として、大ヒットし、その後の携帯電話の薄型化競争に講師をつけた製品でもある。 V3 モデルだけでも累計1億台以上の販売実績がある。特にアメリカにおいては2008年7から9月期に iPhone 3G に抜かれるまで3年間にわたり販売台数1位を保ち続けた。このようにレイザー V3 のヒットが長く続いたが、モトローラは2007年以降低価格化したレイザーに代わる製品を開発できなかったため、 極度の業績不振に陥り大幅な赤字を記録するようになった。2004年発売。米国家電協会によるショーイノベーションスワワーズを受賞している製品。クワットバンド GSM 機。ビデオ再生機能や MP3 形式のファイルを着信音に利用できる。画面解像度は 176X220 ピクセル。Bluetooth 機能とデジタルカメラ機能も搭載。 当初、シングュラーワイヤレスからの独占販売で、需要に供給が追いつかず、プレミア価格がつくほどの人気であった。2005年を発売。V3 の後継機で、クワットバンド GSM 機。有効画素数123万画素で、動画も撮影できる、デジタルカメラ機能。マイケロスディ対応。画面解像度は 176X220 ピクセル。 モデルも存在する、同社製のモータークラ E1 と同じくアップルの iTunes と連携でき、iTunes ストアで購入した音楽を楽しむことができる。ただし、メモリカードの容量に関係なく、転送できる曲数にリミットがあり、100曲までとなっている。また、音楽プレイヤーとしては、iTunes の他にモトローラデジタルオーディオプレイヤーも搭載していて、こちらには、 曲数の制限がない。2005年発売 EV d o l e v 0に対応した機種。有効画素数130万画素のデジタルカメラ機能を搭載。画面解像度は 176X220 ピクセル。2006年発売 EV d o l e v 0に対応した機種。マイケロスリカード対応。音楽データを携帯電話回線を利用して、 端末に直接ダウンロードできる。Bluetooth 対応。デジタルカメラ機能は有効画素数130万画素。画面解像度は 176X220 ピクセル。モデルも存在する。2005年発売。WCDMA と GSM に対応した機種。マイケロスリカード対応。デジタルカメラ機能はメインが接写機能付き200万画素。 サブが35万画素。他のレイザーより高機能な分デザインが若干異なり、分厚い。画面は従来の 176X220 から、クベが液晶になった。工術にあるように M702EG の限定である。2006年発売。HSDPA に対応した機種。マイケロスリカード対応。カメラの形状が若干変わり。 テレビ電話用のサブカメラもついた。メインは130万画素。クベが液晶搭載。HSDPA に対応していることから MAXV3 とも言う。薄いボディの中にたくさんの機能を詰め込むため、GSM はトライバンド、WCDMA はデュアルバンド、またはシングルバンドとなっていて、出荷地域によって対応周波数が異なる。北、アメリカ向けは、 GSM が 850MHz、1800MHz、1900MHz、WCDMA は 850MHz、1900MHz。ヨーロッパ、アジア向けには GSM が 900MHz、1800MHz、1900MHz、WCDMA は 2100MHz。こちらは M702IS の原型である HSDPA 対応。 デザインが異なりプラスチックになった。サブディスプレイの下に音楽操作用のタッチセンサーを追加。クベが液晶搭載。ブルートゥース搭載。ベイベライゾンワイヤレス向け。ボディは MAXV6 とほぼ同じだが、サブカメラがない。その代わりにメインカメラはオートフォーカスに対応している。また、こちらは CDMA2001 ゼブ、e、ドーに対応している。 NTT ドコモのフォーマ対応携帯電話。2006年12月発売。レイザー V3XX を NTT ドコモの独自仕様に作り直した製品。相性は、モートラザーフォーマ M700 ニス。国際ローミングサービスに対応しており、WCDMA 方式が利用できる地域で使用できる。赤外線を追加。メインとして130万画素。 サブとして10万画素のデジタルカメラ機能を搭載。マイケロスに対応。色はシルバーとピンクと黒と金色との5色。なお金色のモデルはファッションブランドのドルチェガッパーナと提携して作られた機種で販売は同ブランド店か NTT ドコモのサイト上での限定販売。レッドはプロダクトレッドとのコラボレーションモデルで端末価格の1000円をモトローラが 月々の使用量の1%を NTT ドコモが堺基金に寄付する。NTT ドコモのフォーマ対応携帯電話。2006年12月発売。レイザー V3X を NTT ドコモの独自仕様に作り直した製品で、WCDMA 及び GSM、GPRS に対応している。Bluetooth 搭載。メインとして200万画素。 サブとして10万画素のデジタルカメラ機能を搭載。色は紫と白の2色。m 7 0 2スと違い、モートラザーの相性は使っていない。AU、KDDI、沖縄セルラー電話向け Android スマートフォンで2012年3月発売。ベライゾンワイヤレス向け機種の AU 向け日本仕様機種で Android 2.3が搭載されている。 ただしベライゾンワイヤレス向けで搭載されている LTE は搭載されていない。ソフトバンクモバイル向けの Android スマートフォンで2012年10月発売の日本使用機種でお財布形態アクスグップに対応している。レイザーはレイザーの後継機種である。サブディスプレイにタッチパネルの2.0インチの大画面液晶を搭載。 2GB の大容量内蔵メモリ、フルブラウザ搭載、マイケロスデイチェシーカードへの対応。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。